陸上競技女子初の2種目入賞に、田中望美、24、ニューバランス、が挑む。田中は21年東京五輪1500メートルで8位に入賞。昨年の世界陸上ブダペストでは5000メートルで8位に入賞した。記録も東京五輪準決勝で3分59秒19。 世界陸上ブダペスト予選で14分37秒98と、共に日本新をマーク。5000メートルはブダペスト後に14分29秒18と更新した。だが、同一大会で2種目の決勝進出を果たしたことはない。パリゴリンは5000メートル予選が8月2日、決勝が同5日に実施される。5000メートル決勝の翌朝。 6日、2500メートル予選。8日が準決勝。10日が1500メートル決勝と、かなりのハードスケジュールになる。一種目入賞への壁は高いが、今期の田中は、過去最高の状態でパリ五輪に臨もうとしている。一種目入賞者は過去4人。 前回は64年東京五輪のつぶら屋高吉五輪の陸上競技個人種目で2種目に入賞した選手は過去に4人しかいない。南部中平1932年ロサンゼルス大会、男子三段跳び1位走り幅跳び3位田島直人、1936年ベルリン大会、男子三段跳び1位走り幅跳び3位村こそ公平、 1936年ベルリン大会、男子5000メートル4位 &1 万メートル4位つぶらやこうきち、1964年東京大会、男子マラソン3位 &1 万メートル6位女子では石積三枝が1932年ロサンゼルス大会、女子円盤投げ7位やり投げ8位になっているが、 1976年モントリオール大会までは6位までが入賞と規定されていた。選手層の厚さが現在ほどではなく、特に戦前は三角人数も少なかった。欲しかったのは21年東京五輪の弘中リリカ23、JP 日本郵政グループ、である。5000メートル24分52秒84の日本新当時、 で9位に入ると、5日後の1万メートルで7位、31分00秒71に入賞した。5000メートルであと一つ順位が良ければ、女子初の五輪2種目入賞を実現させていたことになる。田中がパリ五輪で2種目入賞を達成すれば60年ぶり5人目、女子では史上初の快挙になる。